プライスレス。あるわけねえだろんなもん。会社を金田一文雄に託す。お前は社長の器じゃない。文雄はお前の腹違いの弟だ。ってラストでいきなりの急展開。びっくりしましたね。ああ。でもね、そうなる前にね、さっき言うとけよと。そないにギリギリになってから言うからこないね話はややこしになるんやろと思いましたけど ね、うん、結局のところ、藤木直人演じるミラクルマ法瓶の創業者の息子、大屋敷藤一郎が中村敦を扮する父、岩尾の臨終の言葉に従わずに、自らが新社長になるべく、木村拓哉演じる金田一文雄を会社から追放し、社会からも抹殺しようとしたと。うん、それにしてもね、文雄にしたら急に辞めさせられたわけでしょ、うん、明日から来んでって言われたわけでしょ、うん、会社としてはダメでしょ普通は。まあ、細かいとこ突っ込むとね、いろいろあるんですけど、うん、ビールなんかでもね、うん、なんで縁日で買うねんと自販機の方が安いやろし、うん、もっと言うたらディスカウントショップへ行けよとその辺に必死になって貯めた金じゃないですか、うんうん、それぐらいしようよって ね、うん、そういう細かいツッコミどころはたくさんあったんですけど、ね、その辺を気にしたらあかんのかなというふうには見ましたけど ね、うん、まあね、とにかく今回はあくまでもコメディ、はい、それに木村拓哉が完全と挑戦するっていうところがポイントなんでね、はい、だからまあ解雇とはいえね、失業保険はもらえるはずだとか、うん、空き缶拾いの前に日雇い仕事を探せばいいんじゃないかとかね、うん、それに第一、金田一文雄には家族や親戚とか頼ることのできる人間っていうのは誰一人いないのかとかね。そうですよね。携帯はね、川に落としてたでしょ、うん、だからしゃあないなと思うんですけど、家知ってる友達 2,3 人はおるやろとその辺は思いますけど ね、ただそういう細かいことは一切突っ込まないこと、はい、まあそれがこのドラマを見る大前提というかね、うん、で結局のところ、とりあえずあっという間に一文なしで、しかも住むところもなくなったっていう、そんな最悪の状況に陥ってしまったっていうのを無理やり描いたっていうこと、はい、そう割り切るべし。わ、うん、かるんですけどね、キムタクね、かっこよすぎるんですよね。でどこまで行ってもね、小切れに見えちゃうんですよ。公園で寝てる時ぐらいもっと汚い格好とかね、うん、もう汚れて欲しかったりとか、うん、なんかそういうのがあったらよかったんかなと思いますけどね、うん、もっと行き切って欲しかった気はするけどですね、うん、でちなみに今回の役どころに関して木村拓哉自身は公式サイトのインタビューで、はい、逆境にあっても前向きな主人公金田一、一つ言えるのは鈴木雅之監督とご一緒するときにいただくキャラクターで嫌いな人はいないんです、いつも監督がすごく親しみやすいキャラクターに誘導してくださるんですよ、今回も間違いないと思います、とりあえず真の部分はコロコロ変わるキャラではないと思います、現実で預金残高ゼロの状況に追い込まれ携帯をへし折られた時の気持ちを考えたら、みんな瞬間的にはどうしても暗い方向を考えてしまうと思うんですけど、文雄はそうはなりません、そうなった時に出会った人たちから初めて気づかされるようなこともあります、逆境だからと後ろ向きになることはなく、むしろ置かれた状況に対してまっすぐ向き合うキャラだと思います、決してメンタル的に斜め下を向き続ける人ではありません、そんな文雄やドラマを通して見てくださる方たちの気分がちょっとでも上がるものになればいいかなと思っています、まあ普通に考えれば文雄のような境遇に陥ってしまう人は実際にはいないかなと思いがちですが、ゼロになっても前を向いて歩いている人たちがいるということは事実だし、決して忘れてはいけないことだと思います、僕たちは僕たちなりに前を向いて歩いていくことをフィクションの世界で作っていけたらいいと思っています、うん、一つね、キムタクがね、その宿泊費のその500円、うん、まあ、ビル代も含めて800円、それを稼ぐのは簡単やって言ってたじゃないですか、うんうん、初め実はその500円800円稼ぐのがすごく大変なことやったって、こうそういうのをねドラマの中で描いてくれてて、うん、でこれもその月9の時間帯でやってくれてるとね、うん、今うちの長男小学校5年生なんで、うん、小遣いくれとかね、はあ、簡単に金くれ金くれ言うてる時になってきたんでね、うん、そういう部分で言うとその100円200円の稼ぐのの大変さっていうのが、もっともっとこうお金稼ぐのが大変やでっていうのを子供らにこう教育の場を作ってほしいなっていうのも感じますね、うん、はい、で気になる初回の視聴率は 16.9、はい、木村拓哉主演の連ドラの初回が 20% を下回るっていうのは実は初めて、例えば2000年以降ではビューティフルライフ 31.8、 ヒーロー 33.4、空から降る1億の星 25.7、 グッドラック 31.6、 プライド 28.0、 エンジン 25.3、 華麗なる一族 27.7、 チェンジ 23.8、 ミスターブレイン 24.8、 月の恋人ムーンラバーズ 22.4、 そして昨年2011年10月クールの南極大陸が 22.2。 すごいですね。ねえ、
なのに今回は 16.9、うん、というのも裏でセリーグクライマックスシリーズファイナルステージ巨人対中日その最終戦、はい、勝った方が日本シリーズっていうやつですね、うん、これがなんと平均視聴率 20.1、うん、しかも瞬間最高が午後9時18分の 30.6 ということで、うん、まあかなり影響を受けたって感じ、まあ、スポーツは生で見んとダメですからね、うん、ということはプライスレスの方を録画しておいて後でじっくり見ようっていう視聴者も結構多かったとでしょうね、うん、まあこれはね関係者にとってはね、うん、ニック級はジャイアンツというかね、はい、最終戦にもつれ込む前にあっさりと中日が決めてたらこんなことにはならなかったのにっていう思いもいっぱいかとそらあるでしょうね、うん、ということで、うん、何はともあれプライスレスあるわけねえだろんなもんこれからもしっかりと見届けたいと思いますねはい、うん